外しました。真ん中はいけない。ここ隙間ができちゃうからワッシャーかなんかないといけんわ。2つつけて初めてこの厚さが合うって感じだね。ここのだからガタができるから、こっちの一番下やったらいけそう。
対反対になってる。クランクの位置、こう一直線。
クランクセットトリプルギアだったんですけど、一番大きいギアと中間のギアを省いて、まあ、フロントシングル化ですね。で、まあ、ここにはついているのが一番小さい 28T のちっちゃいギアです。で、後ろのカセットスプロケットも交換しました。同じ8速なんですけど、これメガレンジですね。1枚だけ超軽いギアついてます。これが 34T で、ディレラーもアセラから、ターンにグレードダウンになるのかな、一応だけど、まあこれ使いたかったターン 2TX っていうのに変えてます。で、見た目ブラックになって結構引き締まっていい感じにはなってます。で、まあそれに伴ってケーブル類も全部交換して、真っ白だったのが元々真っ白だったんですけど、全部真っ黒にして統一感を出しました。そして今はまあ変速して分かるように問題なく動くし、でここの段差、メガレンジとの段差が変速するときにチェーン落ちないか心配なとこではあるんですけど、今のところテストでは落ちてないので、ここはまあ実装してみてどうなるかっていうところですね。で、もし、まあ、内側に落ちるっていうことであれば、ここにチェーン落ちガード、ここに何かつけてチェーンを落ちなくすると。で、まあそれでも落ちたりとか外れたりするってことであれば、これを、まあ、もっとチェーンの噛み込みを良くする、ナローワイドっていうのかな、他のメーカーだと
まあ、あの要はちっちゃくて大きくてちっちゃくて大きくてみたいな形がそれぞれ違うやつだとしっかり落ちないように噛み合うと、そういったチェーンリングに変えてもいいかなと。まあでも今度変えるだったら見た目的にもクランクとチェーンをリング、まあ要はクランクセットで買うと思います。でまあついでにここね、フロントシングルにしたからこのレバーだけのやつっていうのを導入しました。0円でするんだったら、まあ、変速機つけたままにしてもありだと思うんですけど、見た目スッキリするためにこういう風にして、まあ、こう見た目スッキリになりました。でフロントシングル化することによって、もともとこのジャイアントのクロスターって重量が10キロ前半ぐらいなんですよ。でそれを今フロントシングル化、フロントシングル化にして、まあ、要はフロントディレイラーも外れたし、そのチェーンリングも重いの外れたから、あと変速機ね、ワイヤーがなくなってどれぐらい軽くなったかっていうのをちょっと計測したいと思うんですけど、 9.45、 おそらくまあ、あと付け忘れてたんですけど、タイヤももともとついてたのが多分28とか30とかだったと思うんですけど、 26C にしてます。グラベルキングっていうのにしてます。ロードバイク乗りとかでは人気のタイヤになるんですけども、まあ、タイヤも細くしてるので、だいたい今完成車でだいたい1キロぐらい軽くなってる仕様になってます。でこのクロスターは、まあ、あの本当に通勤車、街乗り用で今後使っていきたいと思います。で、まあ、今言ったように通勤街乗り用なので、まあ、ここすごい小さくてトップにしても全然スピードは出ないと思うんですけど、まあ、街乗りなんてそんなスピード出す必要ないし、まあ、ちっちゃくて十分です。ただまあ坂道とかはランシングとかじゃなくて座りながらスマートに行き坂とかでも登りたいんで、今回メガレンジを導入しました。まあ、これがいわゆる、まあ、今クロスター乗ってから1年ぐらい経ったんですけど、まあ、私が乗った中でトリプルクランクいらないなっていうのと、もっと軽量化して楽に通勤したいなっていう、まあ、ほぼほぼ自分の理想な、通勤車になったかなと。でお金もそんなかけてはないです。はい、車輪ももちろん完成車のままですし、他の方で、まあ、同じくトリプルギアをフロントシングルにしたいとかっていう方であれば、まあ当然、リアディレイラーもこのカセットスプロケットも趣味の世界なんで変えなくていいと思いますし、そうすると、まあ、チェーンピンぐらい、チェーン外して切ってっていう、その時にまた入れるチェーンピンぐらい買えば、まあ、お金そこぐらいかなって、カスタムは。まあそう、こんな感じかなっていう感じ。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。